こんばんは、おはようございます。本日はですね、キャンプ第5回目のキャンプでございます。楽しみですね。久しぶりのキャンプな感じがします。前回の山梨での悲劇から、まあコテージはね行きましたけどね、キャンプは久しぶりですね。で、いつものようにですね、深夜に出発して、今回もですね、道志の森キャンプ場に行きたいと思います。友人が行ったことないっていうことなので、ぜひね友人と一緒に道志の森キャンプ場行ってみたかったので、道志の森キャンプ場行きます。ちょっとね今午前4時ぐらいなんですけど、お腹空いたので、どっかいいお店があったらそこで腹ごしらえしてから、道の駅かどっかにね泊まって車中泊していきたいと思います。てい、スキヤを見つけたので、ちょっとここでお腹を満たしたいと思います。腹減った。これはね絶対美味しく食べれますよ。ごちそうさまでした。美味しかった。すき家。腹減ってる時のすき家ね、ほんと美味しいですよね。ねえ。この後はですね、道の駅、まあ、前回と同じ、あれさっきも話したっけ、話してないっけ、あれ覚えてないな。清川という道の駅でですね、仮眠を取れるかどうかわかりませんが、3、4時間休憩して、で、またスーパーでね友人と待ち合わせてるんで、そこで買い出しをするような流れで本日は行かせていただきます。はい、道の駅着きました。現在朝の5時過ぎですね。前回とちょっと違う駐車場の方に停めました。清川さん、またお世話になります。眠れんのかな、怖いな。4時間後にはね起きないといけないので、ではおやすみなさい。おはようございます。現在朝の9時ぐらいですね。1時間ぐらい、1、2時間眠れたかな。ただその前にね、お腹痛くなっちゃって、ずっとトイレにこもってる時間帯もありましたけど、晴天でございます。じゃあ今からスーパー目指しますかね。はい、改めましておはようございます。いやー、さっきはね小声で喋ってたんですけどね、まさかまたね、あの腹痛に襲われると思いませんでした。またって言ってますけどね、お腹弱いのは知ってたけどさ、なんでこのタイミングかなって、あ、知ってたってなったもん。あ、やっぱこういう、スーパー着きました。今回はですね、スーパーアルプスさんですね。これひっくり返った。スーパーアルプスさん、結構広いんで100均もあるしね、こちらにお世話になりたいと思います。広いんですよ、見てください。では買い物行ってきます。いやー、買い物楽しい。買い物楽しい。それなんすか。え、ありがとうございます。楽しくて盛り上がっちゃって、10時に着いたんですけど、1時間半かかりました。1時間半。で、やっと今から道志の森キャンプ場向かってるんですが、またチェックインしか間に合わないですね。12時半到着予定なんで、そこからテント立てて、今回はゆっくりゆっくりと楽しみたいと思っております。まずはこの道志の山道が長いんで、
運転気をつけてね。皆さんも、道志の森お越しください。Flash into the lonely morning crash. I'm the coolest driver side. 最高のフィナーレを、yeah. どうしようもないこの熱烈に、いつだって目を離し、もうちょいで道志の森着きますね。楽しみですね。天気がちょっと曇ってきたけども楽しみしかないです。あー、今日はお昼からお酒飲んでお昼寝しちゃおうかななんて、そんな夢も持ってます。皆様にも夢はありますか？はい、着きました。いやー、混んでますね。前回来た時より圧倒的に混んでる。で、前回建てた場所はもうね、先客がいらっしゃいまして取れなくて、で奥の方行くともう混んでてね、川沿いがだいぶ埋まってますね。さっき一応先に下見に別の車で行って、なかなかいい場所取れたのでそこにテントを張ります。ちょっと戻りますわ今から。ただトイレが遠いのがね、あれですね、たまに傷ですね。はい、なかなかいい場所を見つけました。だいぶ奥ですけどね、広いスペースに目の前が川、きれい、相変わらずきれいだわ、見てこれ。じゃあちょっと今からですね、前回の暴風の山梨で、汚れたテントたちを出して立てます。頑張ります。見てください。これがですね、私の持ってるハンマーですね。前回100均で買ったハンマー壊れてしまったので、新たにこちらですね、セリアにこれしか売ってなかったです。このちっちゃいのしか売ってなかったんですけども、こちらを使います。で、この2つはですね、ほぼ使いません。飾りですね、役に立ちません。ちょっとペグ打ちしてみます。ではちょっと打ってみます。かわいいからな、てか危ない手。あ、ここ土だから全然通るね。いいですね、入る入る。てか怖い、ハンマー小さすぎて。やっぱり、あ、入りました入んないの期待してたんですけど普通に入っちゃったはい、完成しました。見てください、このいい感じ。結構ちょっとね、立てるの時間かかっちゃいましたけど、見てくださいよこれ。だいぶ楽しんでる感ありますよね。はい、こっちがね、キャンプ経験者の友人のテントですね。これがね、夜、これが夜にね、テントしますんで。シンプルだよね、やっぱりシンプルだわ。で、我のはこの可愛らしい感じですね。で、一応酒用意したんでね、酒は今から早い時間ですけど乾杯したいと思います。はいはい、お疲れ様です。乾杯。じゃあいただきます。あー、うまっ。しみるわ、この時間帯の酒。しみる、しみる。いやー、いいね、このここの感じ。わかります、ここの感じ。この囲まれた感じわかります。この感じが夜になるとまたどうなるか楽しみですね。まあまだね、時間結構あるんで、まったりしっぽり飲んでご飯ですね。目の前の川、目の前の川、ここで飲み物冷やしてもいいんですけどね。まあ、保冷剤たくさんあるんで、キンキンに冷えた飲み物飲みたいんで、僕が代わりにじゃあキンキンにね消えようかなと。はい、あ、冷たい、冷たい。
はい、いただきました、漏れあるあるですね。何かしらがねきちんと閉めたはずなんですけれども、次使うときに漏れてるというあるある、いただきました。ごちそうさまでした。レモンの匂い、今でもあなたは私の。いや、料理をね作ってくれる方がいると助かりますね。こう片手間にやってくれるからさ。まあ俺ももともとイタリアンレストランでバイトしてたから、やろうと思えばできるんだけど、あえてやらないんですけどね。はい、現在4時過ぎぐらいなんですけど、ちょっとつまみを、こちらのつまみいただいたらお腹空いてきたんで、バーベキュー始めちゃいますね。これはこれが火起こし器、チャコールスターターですね。チャコール、炭のスターター。あー、すごい火つくね。簡単につくね。やっぱキャンパーはこういうのを使うんですかね。我々はいつも使わないので苦戦してね、なんだっけ、扇風機とか使って無理やり火起こしてますけど、やっぱ楽ですね。ていうかこういうグッズを使うっていうのがまた一つの楽しみでもあるよね、キャンプって。見てくださいよこれ、見てこの基地感、シークレットベース感、興奮しますわ。いやー、この時間を大切にしたい。シシャモです。そしてまたこのねギアがいいですよね、かわいい。だいたい私はだとこういうシシャモっていう考えないんですけどね、いろいろな友人がいるとね、いろいろな食べ物の案を出してくれるんで面白いです。なので今回は友人のね食べ物案すべて出してもらいます。シシャモ、まずはシシャモ。あー、いい香り、幸せですね。はい、こちらがですね100均で買ったシエラカップ初おろしでございます。あ、お肉乗せていただいていいですか。それに、ステーキソースをねちょっとかけて食べる。さあ、100均のシエラカップでステーキソースを かけた肉、美味しいのか、食べます。美味しい。現在午後5時過ぎたところですが、気温が一気に下がりましたね。これ夏はいいね。すごいいい場所取れたんですけど、トイレが遠いな。トイレ遠いんで、飲みすぎると夜大変ですわこれ。川が綺麗。あ、やばい、ちょっと充電がなくなってきましたね。この後料理がたくさん登場するんで充電取っとかないといけない。まずいですね、一気にスキップされるかもしれないですね。ランタンついてからの雰囲気、そうだわ、まだまだ夜は長いですよ。出ました、よくキャンプ動画で見る薪割り。ほわー、あー、いい音、カラン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 。あー、いいねいいねいいね。あー、いいね、
いいよ。はい、やってみたかったやつです。はいはいはい、これね、これね、むずいやん。むずいじゃないですか。これで燃やすやつね。はい、完成。焚き火を始めました。結構薪あるんでね、長く焚き火楽しめそうです。はい、出来上がりました。うわー、グツグツ美味しそう。煮込まれてる感じ、美味しそう。温まりますよ、これは。一緒に来た友人がですね、あの隣のキャンパーの人に話しかけてますね。ヒカルさんみたいな、あー、顔が映っちゃう、顔が映っちゃう。すごい若い方で、お金持ちそうな方に、ね、話しかけてますよ。はい、美味しそうですね。鶏肉のトマト煮、作っていただきました。いただきまーす。うん、あっか。やっぱうまっ。柔らか肉。やばい。これはね、さっきまで焼肉でちょっと胃が死んでましたけど、復活しましたね。うまっ。映像で伝わるのでしょうか、この気持ち。現在午後7時になろうとしているところですが、まだ明るい。この後まだね、美味しい料理も登場するかと思いますので、一旦だいぶ長い動画になりますので、ここで失礼させていただきます。後半はですね、夜から朝にかけての部分を、ちょっと充電があまりないんでどこまで撮れるかわからないですけども、お楽しみいただけたらと思いますので、よかったら、後半もね、見ていただけたら嬉しいです。というわけで一旦失礼しまーす。バイバイ。よいしょ。マジでうまそうなんだけど、閉めないか。いただきます。はい、朝のメインディッシュ登場です。はい、オープン。すごい、もはや何かわからない。